とシンジは同族の仲間を探して旅をしている。僕は君のために何ができる。アニメ聖剣伝説レジェンドオブマナ10月放送開始。君は一体。私は奏、見ての通り猫霊族だよ。よろしくね。君じゃなくて奏って呼んでほしいな。助けてくれたのがレインでよかった。なんだか運命みたいだよね。お腹空いたよ。にゃふ。二人で存分に学祭デートを楽しんでくれ。そんなんじゃねえし。花ちゃんにエロい制服で仕事させたい。うん、育て方間違えたかな。ついにそういう流れが。男かよ。はい、いよいよおもろなってきたな。つまり花、そいつのこと好きやん。色艶もいい感じだ。そろそろ収穫時だな。貴様何者だ。俺は農民だ。農民関連のスキルばっか上げてたらなぜか強くなった。どうして未来は変わったんじゃ。未来は変わった。地獄に。ね。なぜ僕と同じ顔をしている。責任を取るんだ。君の手で。僕の手で。果たしてイルマたちはロイヤルワンからの退去を免れることができるのだろうか。この話はまたいつの日かお届けすることとしよう。ヨアです。うわ、セルフ頭を叩き割られるのかと思って。私は猫アレルギーで犬アレルギーで豚アレルギーでセルフアレルギーだな。あの、私の名前はタクミでして。ああ、3年のヤサクさんですね。この部にぴったりだ。あの物置に何かあるのかな。チェスパーフェクト。グッジョーブ。ほら、行くぞ。一緒に。クロード様が苛立っているようです。お前など噛み殺され。娘殺す、絶対殺す。ゲームでは雑に死んでもこの現実で死ぬわけにはいかない。それで魔王を口説きに。彼が人間への憎悪で覚醒すればラスボスの竜と化してアイリーンを殺に殺す。そんなバッドエンドを避けるために私と結婚いたしましょう。幸せにしますわ。光が走った、始まりの合図だったの。アイナスマみたいにときめきは駆け抜けて、とりあえずで飛んで落ちながらもっとじゃ、誰かじゃなくて君を抱きしめたいな。オリジナルテレビアニメーション恋愛フロップス。諸君、今すぐ手を頭の後ろで組んでそこに並びたまえ。姉ちゃんもう無理だよ、入れ替わりやめようよ。どんな困難があろうともこの暮らしを守ってみせますわ。なんで私ばっかりこんな気苦労を。また会おう、地球人の友よ。4人はそれぞれ嘘をつく。どういう根拠で生み出したペアよ。それはこちらのセリフと言いますか。その敬語喋りキモいからやめてくんない。ごめん、とりあえず話してくれない。いきなり慣れ慣れしい。時はガツンとやれっての。あんた一生童貞組んでいるつもり。あと少しで俺の嫁が決まる。昔みたいにしおりって呼んでほしい。ありがとう、嬉しいよ。仲良くしなさい、今すぐ。私は仮初めの婚約者に過ぎないのだから。本月霊嬢の勘違いラブファンタジーテレビアニメ虫かぶり姫10月より放送開始です。バカしてやるんだ。待ってろ師匠。
うちの師匠は尻尾がない。剣だ。お前が今抜こうとしている。剣。きっと俺はフランのためにこの世界に来たんだ。2日後、筆記テストを行う。忍具試験ってのはね、忍具を使って答案をパクってくる試験なんだよ。はぁ、忍びという字は刃に心と書く。甲賀の狙いは伊賀に伝わる秘伝忍格かと。甲賀は伊賀を許さない。完膚なきまでに潰す。従わなければ殺す。伊賀を守るためには戦うしかありません。母さん、ごめん。俺は俺のやりたいようにやるよ。こんな生活もう嫌じゃ。うち、ここで暮らすっちゃ。家に口をしよう。面倒ですが、何か。お弟子、女難の層が出ておる。クワバラ、クワバラ、シュー、飾があるぞ。遠藤さん、遠藤さん、ダーリン見つけた。ダーリン、うち一生離れないっちゃ。高級で生きながら、決して帝のお渡りのない妃。彼女は不思議な術を使うという。人を呪わば穴二つ、呪殺ならば命を、祈祷ならば財産。うせ者探しは王相談。俺は走れ、チームのために。こうなったら俺強いよ。自分を信じろ。肉ですね。答えはイエスだよ。好きにさせへんちゅうねん。誘ってる俺を。行くぞ坂道。行こう今一匹。不滅のあなたへ、シーズン2。アシリパさんにこの金塊争奪戦から降りてほしい。杉本、お前は私のためじゃなくて自分を救いたいんじゃないのか。全部覚悟の上で、アシリパちゃんが愛のを背負いたいというなら背負わせりゃいいだろう。この世に生まれ落ちて命をどう使うか。私は鶴見劇場をかぶりつけてみたいんです。上陸よ。選ぶ道は一つじゃない。俺たちだけで金塊を見つけよう。あ、どけ。クーラーのリモコン水没から始まるタイムトラベルムービー。待っているのは宇宙の危機か、はたまた恋の好機か。あなたはいつだって目の前にぶら下がっている好機を逃す。先輩、俺だってやり直したいんだよ。四畳半タイムマシンブルース。日本サッカーが次に進むためにはこのイカれたプロジェクトが必要なんです。俺はやるぞ。伊崎くん、当てろ。負けたら終わりって分かってんのか。考えろよ。ライド上がれ。己のゴールを何よりの喜びとし、その瞬間のためだけに生きよう。それがストライク。生き残るのは俺だ。止めろ。分かってます。ハンドル始末するしかねえだろ。犬さんのかけっこ早い。許しませんよ。爆弾解除って全部黒い線。アーニャさんに結婚はまだ早いです。どこから話そう、あなたに。
21世紀の新星レーゲン新高とその弟子思春期真っ盛りの中学生モブが三度帰ってきたぞ。悩んで調子に乗って恋をして、テレビアニメモブサイコ103スタート。飲み込んでた悲しみのせい。アリーナ、皆殺しって命令なんだ。てめえには用はねえよ。全力で叩き切る。お前の挽回はここで終わる。なんとか言ってくれよ少年マロ。絶対に耐えるのだ。必ずイチゴが来てくれる。死なせねえ、みんな死なせねえぞ。俺が守るんだよ。君は他のデビルハンターの誰よりも特別だから。悪魔に寝返った場合は俺たちが殺す。お前以外全員本気なんだよ。邪魔すんなら